はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ということで、本日もバズフェイドさんの診断実況やっていくんですけれども、この動画を撮影している2日ぐらい前に僕あの動画上げたんですね。初めてのスタバ、注文してみた動画の、ショート動画よ。私、初めてのスターバックスなんですけれども、動画が、なんか知んないけど、今日になってちょっと数字伸びててさ、数時間前まで再生回数60何回だったのが、なんか、この数時間で200回まで伸びてて、今確認した時ね。だから、ちょっと、この動画が投稿される頃って多分2週間以上先だと思うんですけど、動画のストックがあるんで。その頃にはなんか、1000再生とか言ってたら俺マジ鼻血出るんだけど、嬉しすぎて。ってことで、神殿。あなたと一番似ている三代目 JSOUL BROTHERS メンバーは？皆さん、三代目 JSOUL BROTHERS お好きですか？わいは好きですね。昔めっちゃ聞いてた、好きな曲は流星？流星の時になんかウサイン・ボルト選手みたいな感じで、こうピシッとこうな、ポーズをして足をジタバタさせる振り付けがあるじゃないですか。あれがマジで好きなんだよな。やっていきましょう。4つの質問から JS、3代目 JSOUL BROTHERS のどのメンバーに考えが似てるか診断します。いや、マニアックそこまで知らんよ。なんとなくかっこいいなっていうのが、何名かいらっしゃるだけで。いや、みんなかっこいいですけど、俺あんまそのアーティストさんのことを知んなくて、神曲やんけぐらいの、そういうニアカファンだからさ、好きな食べ物は？お寿司、カレー、そば、鶏肉全般、エビ、唐揚げ、焼肉。そうだなぁ。でも好きな食べ物っていろいろあるよなぁ。これとかっていうのは別にないんですよ。僕、大体食べるの好きなんで。でも、なんか好きなのおごってあげるよ。何がいい？って言われたらやっぱりお寿司って言っちゃうかな。好きなスポーツは？僕昔サッカーやってたんで、サッカー。好きなアニマルは？なんか他のイラストがさ、なんだっけ。可愛らしいやつ、イラスト屋？なんかイラスト屋さんにありそうなイラストの中でさ、なんか黒豹だけなんかめっちゃガチなのね。なんかちょっとずるいじゃんと思っちゃうけど。別に、これっていうのないけど。かっけえから白馬にしとくか。好きな映画は？あ、この、なんだ？ロードトゥハイアンドローって、なんか三代目 JSOUL BROTHERS の岡田様が出演してらっしゃるような気がする。知らないけどな。わあ、俺、映画疎いんだよな。天空の城ラピュタがいいよ、天空の城ラピュタ。で、ちょっとここは三代目 JSOUL BROTHERS に媚びを売っておく。ロードトゥハイアン、あ、山下健二郎さん。ラジオ MC を務めるムードメーカー、釣りがお好きで多趣味で知られても、あ、そうなんですね。かっこいいよな、山下健二郎さん。ちょっと今、名前と顔が一致しなかったんだけど、お顔を拝見したらね、あ、あの人だって言われるの分かったよ。ってことで、山下健二郎靴紐からお送りしました。あ、最後にご視聴いただき、ありがとうございました。では。